塩を加え強炭酸で仕上げた夏にぴったりのうまさ。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。わっただよ、本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは札幌ホールディングスより7月24日全国で期間限定発売した、札幌辛口男梅サワー。はい、こちらご紹介したいと思います。こちら後味キレッキレ、アルコール 9% のお酒となっております。こちら、10月末までの期間限定商品となっております。こちらは男梅サワーならではのしょっぱいうまさに、さらに塩を加えた後味のキレの良さと辛口な味わいが特徴です。またアルコール 9%、 従来より炭酸圧を強めた強炭酸爽快な喉越しで、暑い夏にはぴったりのRTD となっております。まあ、今流行りのね、こうアルコール酎ハイとなっております。うん、でこちら黒をパッケージにね基調として使用し、ストライプ柄の、ね、ブランドロゴを堂々とあしらったという商品です。はい、こちらね、まあお疲れさんに梅菓子見るみたいな、休む時こそ刺激を求めよ、疲れたことを自慢するな、家では仕事をキリッと忘れろ、そして揺るがない意志を持て、梅果汁 3% です。こちらお酒です。はい、ということでね、まあ一応こういう感じですね。うん、まあ、こういう感じですね。アルコールは63キロカロリーとなっております。アルコールはカロリーですね、カロリー63キロカロリーとなっております。はい、アルコールは 9%。 じゃあ飲んでいきましょう。おお、これ着々と使用してないよね。ああでもそっか、果実色素とカメラカラメル色素を使ってるね。はい、いただきます。見てください、この赤。いただきます。ああ梅の、おお、酸っぱいけど苦い、酸っぱ苦い。うんうん、確かにキレキレ。色よ色。うん、いや酸っぱいんだけど、まあ、うん、酸っぱいけどまあやみつきになるこの男梅サワー。うん、もう本当にもうあれですよ、もうで塩分も入ってるから、もうキレッキレのねチューハイです。うん、まあこれ好き嫌いは分かれだろうな。もう酸っぱいのが好きにはもってこいだし、うん、甘いチューハイとかそういうのが好きだっていう人は無理だし、うん、でも結構需要はあるからね、辛口サワーもね。うん、まあということでね、こちら私は、うん、まあ、ありだと思うんですけどね。うん、まあでも、まあ、好き嫌いの考慮もして3にしたいと思います。うん、まあ私はちょっとねという感じはしますけど、まあ別にこれ梅をね色にしなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、わざわざね色をつけなくてもいいんじゃないかなっていうのもあるけど、まあこういうのもあると、うん、いうことで、この動画がねためになるな、面白いなっていう方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてこちらの方にも、関連動画の方もございますので、ぜひね、こちらも見ていただけたらまた嬉しいです。ぜひね、この辛口男梅サワー
飲んでみてはいかがでしょうか。じゃあね。